まずね、次回来るのはさ、1週間後、週中はなしにします。はい。だから、まあ、ただ食べるのが悪いとかね、はい、変わったことだったら、もちろん食べてください。で、5グラム。で、電解質のバランスをいい感じですね、落ち着いてます。はい、から腎機能の数字も正常範囲で、血糖値もいいと。から肝臓の数字、もう GPT、GOT、まあこれは低いのはそう気にしなくてよいから、ビリルビン、まあ 0.4 までは、この間も 0.4 まで下がったと思うんですけどね、もうちょい下がってほしいですね、実を言うと。だからちょっとここは正常範囲には入ってますよ。それからタンパクが 7.5、 アルブミンが 6.0、まあ、この辺もねちょっと高いんですよね。脱水はある、この中先取ってもね。カルシウムは正常にはまってきましたね。ここコレステロールと中性脂肪、まあ脂質代謝ですけど正常範囲です。血液にとる寄生虫はない。PCV、 これは赤血球が100あるうち何パーセント容積があるか、 34%、 まあ一応ギリギリ正常範囲かな。白血球数が4500、これはね、まあ治りかけだとは言いながらも低めです。黄疸は出てません。それからアンモニアが31、低い、これは気にしなくていいです。 GGT も4、低いのは気にしなくていいですね。で、リン、心臓悪いと上がりますけど、まあ正常です。で、これリパーテ、これがね、なかなか高いね。水源が上がってくるってやつですけど、 CPK は筋肉が弱ると上がりますけど、まあ正常範囲に収まってます。だからリパーテとビリルビンと正常範囲だけどね、正常範囲の一番上だということです。で、次、白血球の内訳なんだけど、まだ炎症性の偽好酸球の方が多いかな。リンパ球の方が少ない。リンパ球が多くて、偽好酸球の方が少ないのがいいです。が、短球は出ない方がいいです。慢性炎症で増える短球がちょっとだけ出ます。赤血球の数はマイナスだけど、485万。マイナスことは数はちょっと少ない。だけど、いつも言いますけど、若い赤血球はどんどん作られてますから、大きくて青く染まっているのが出てます。血小板はまあ正常範囲かなと思います。で、お昼に、最近そうやってお昼に朝の分の薬飲ませましたんで、はい、夜の分はまだやってませんから、はい、5グラムでやっててください。はい、はい、じゃあ、高島くん。で、まあまあ元気見せたら、はい、1週間後、はい、週末にまた見せてください。はい、ただ、なんかおかしな感じがあったら、その限りではないです。はい、あ、まあ、今日詰め切りましたんで。あ、ありがとうございます。ちょっと見つけた。そう、なんで成長に通って17年。本当の時に抗寄生虫薬つけますね。はい、薬が今日でなくなります。あ、で今日出します。はい、で、そのうちの A はもう1個使ったんだよね。とりあえず1週間は出すことはできる。1週間出せれる。あれ、この間10日分出したんじゃなかったっけ。10日分出して、日数ちょっと、もうちょっと残ってるはず。残ってない。そうそう、いつも1週間の時ビリだったから10日分出したと思うんだけど、 B がもう確かなく、 B がない。あ、本当。じゃあ分かりました。はい、ってことは、じゃあさ、 A がまだもう4つか5つぐらいあるんですよ、多分。出して。じゃあ A は1週間分で、 B をさ、何個ある？エンジン使いのビルドアビルドパラビン、はいはい、なくなります。あれやると便利ですよね。はい、どんなこっちやりやすいですよね。最近ちょっと硬くなってきて、あれつけた方がやりやすい。じゃあ流動パラフィンと薬1週間分で、 B はちょっと何回分用意してあるかな。何日、何回分あります？ B 3回。ってことはプラスに5回分出して、
じゃあ B を5回分出しておきます。はい、2日に1回の B ね。はい。で、とか健康チェックは何か。ちなみに B ってさ、いつ飲んでるんですか。あと偶数日です、ね。偶数日。はい。ってことは、ね、昨日飲んだんですね。はい。昨日飲む夕方。はい。ってことはじゃあ明日ですね。じゃあ薬は1週間分、A は1週間分、はい、で B を5回分出しておきます。はい。多分でもあるような気がするんだけど、この間10日分、要は A を20個と B を5つ出してるはずだ。まあもう一回確認してみてください。はい、はい、じゃあマロンちゃん帰ろう。マロンちゃん帰ります。はい、どうぞ。はい、じゃあお薬を A を1週間分と B は5回分ね。はい。で、あと流動パラフィンの小っちゃいやつね、出してみますんで。じゃあ変わりなければじゃあ1週間分ですね。何かあったときはちょっと相談してください。はい、はい、すいません。